えー、今回紹介する動画は「ハルマゲドンの決戦」シリーズの14番の動画ですね、えー「神の精霊を悲しませてはいけない」といったあの動画となります。でまあこの精霊シリーズの,あの、まあ、非常に重要な部分となる動画ですね。でまあ非常にですねあの勉強になります。つまり、まあ、今精霊がね与えられている方がつまり その精霊を悲しませてはいけないとは一体どういったことなのかということを、まあ、しっかりとねここから学ぶことができるということですね。でまあ、ともすると、まあ、自分もそうなんですけどもその不完全、まあ、ゆえにですね、まあ普段からその気をつけてはいるつもりなんですけども、まあ、やっぱりねその言葉が荒くなってしまうとか、まあ、特に仕事の面でおいては。 まあ、毎日ね。実は反省することがあの非常に多いんですね。あの、これはね、あの家庭の中でもそうなんですけども、特にその仕事においてはどうしてもね。あのあまりいい言葉が出ないとか。まあそういったことがあります。ですから。 本来だったらもっとね、あの、しっかりしなきゃいけないっていうのは分かってはいるんですけども、どうしてもこのイライラしてしまったりとか、その、人に対してのその言葉遣いですね、まあそういったものがちょっと荒くなってしまうっていうことがありますので、まあこの点に関してはね、まあ日々ちょっと実意と反省してます。で、とにかく、その、まあ、精霊を与えてくださったファンに対して、その、悲しませることがないように、まあつまり子供として、つまり父親に対して、まあ、 その面目を潰すことがないようにね、しなければならないということだと思うんですね。ですから、やっぱりこれはしっかりとあの胸に刻んでおかなければならないということだと思ってます。つまり、まあ、それだけしっかりとね、この内容をあの把握しておけということだと自分は考えてます。ですから、ぜひね、この動画をご覧になっていただいて、自分自身がその精霊をね、悲しませていないかということを再確認していただければいいんじゃないかと思いますますた当然今後も、ね、いろんなことがあります。 当然、本当にね、仕事以外でも家庭のこと、もうその,その他、まあ、人間関係、いろんなことでありますけども、とにかく、精霊を悲しませないようにしなければならないといったことがよくわかりますので、ぜひ動画の方を視聴して勉強していただけたらと思ってます。一応、自分の方もそのポイント的なものは書いておきたいと思いますけども、皆様の方で、その、悲しませるの、まあ、類語ですかね。 まあ、関連語とか、ス、ま、を、あ、される言葉というものを調べていただいて、まあ、こういったことは、あのとにかくねあの、気をつけなければならないということを学んでいただければいいんじゃないかと思いました。とにかく本当にね、勉強になる動画です。ぜひ、あの動画の方を視聴していただいて、今、自分自身の精霊を悲しませていないかということを再確認、ね、していただければいいと思いますしまた、今後気をつけなければならないということを肝に銘じておいていただければいいんじゃないかと思いました。ね、動画の方の視聴をよろしくお願いいたします。 今回は以上です。ありがとうございました。